VPL リサーチはバーチャルリアリティ製品の開発と販売事業を行っていた会社である。最初期にバーチャルリアリティ製品の事業を始めた会社の一つである。コンピュータサイエンティストであるジャロン・ラニアーによって1984年に設立された。VPL はバーチャルプログラミングランゲージズの略である。1990年、VPL リサーチは破産申請を行い、 1999年にすべての特許は3マイクロシステムズによって買収された。VPL リサーチダタスーツ。写真は日照祝いの東京ショールームに展示されているもの。これは仮想世界の物体と相互作用できるグローブである。このシステムは当初はコンピュータへの入力機器として開発が始まった。後になってバーチャルリアリティ機器として利用されるようになった。 トーマス・ジー・ツン・マーマンがデータグローブのプロトタイプを発明し、製品化のための開発チームを探していた。ツン・マーマンはマイコンのプログラミングのスキルがある EN ・ミッチ・オルトマンと出会い、パートタイムとして VPL リサーチへと入社するように頼んだ。このデバイスには6502個のマイコンが使われている。 またこのデバイスはコンピュータに接続されており、センサによって計測された動きとその方向を光ファイバーの束で送信する。このデータはコンピュータで仮想世界を作り出すために使われる。このインタラクティブなシステムによってユーザーは仮想世界の物体を操作したり、向きを変えたりすることができる。このウェアラブルシステムの応用としては、コンピュータの入力装置、ゲーム、 そして遠隔手術などである。これはユーザーがコンピュータシミュレーションの世界に没入できるヘッドマウントディスプレイシステムである。この機器はユーザーの頭の動きを追跡することができる。このヘッドセットにはフレネルレンズが使われていた。これは腕、足、そして体幹部の運動を計測するセンサーが埋め込まれた全身スーツである。ありがとうございます。